どうもこんにちは、しょうゆです。山崎春の盆祭り2024シールを30点集めて歩くフランス社製の白いスマートボールをゲットしようパート8やっていきましょう。前回まさかの 0.5 点分足りなかったということで1個だけ買ってきましたランチパックのブルーベリージャム&マーガリン、爽やかな味わいの北米産ブルーベリーを使用したジャムとマーガリンをサンドしました。なんかピーナッツとか卵ハムはよく見かけるけど、ジャム系はちょっとレアなイメージだったんで買ってみました。最後のシール貼りますね。そしてようやく30点集まりました。白いお皿と交換してきます。ガジェットです。早速白いスマートボールを見ていただきましょう。こちらです。直径が13センチ、高さが5センチと深めでシンプルなデザインのお皿になってます。素材は強化ガラスでできてて割れにくいし、汚れも落ちやすくて、洗い上げた時にキュッキュッて音が鳴るのが気持ちいいんですよねそして今年もお皿を2枚ゲットすることができました。ギリギリになっちゃったけど、なんとかもらえてよかったです。今年2024年の山崎春のパン祭り実施期間は2024年2月1日から4月の30日まで、お皿の交換可能期間は2024年5月19日までとなってます。最後に今年のお気に入りパンベスト3の発表をしていきたいと思います。これは山崎パン全商品の中じゃなくて、私が今年食べた中でのベスト3となってます。発表の前に今年購入した山崎パンをざっと紹介していきます。ピュアスマイル5枚切り食パン、こだわりソースの焼きそばパン、粗挽きポークのホットドッグ、デニッシュドーナツ、チョコチップスナック、ホワイトデニッシュショコラミニ、ルヴァンバターロール、バナナスペシャル、5つに切ったロールケーキ、キャラメルラテ風味、ダブルクリームパン、ソーセージ&卵パン、丸いクリームデニッシュ、ガリットチョコアーモンド、デニッシュブレッドマイルドのくるみ、リンゴデニッシュ、長いコーンマヨネーズパン、ジワバタブール、生チョコパイ、たっぷり満足板チョコホイップサンド、チョコかけチュロッキー、ザクザククランチチョコケーキ、いちごフランスパン、いちごジャム&ホイップ、高級リンドカスタード、高級黒糖アンパン。ランチパックシリーズでまみれさんの収穫入れちゃいました。はちみつ&マーガリン、みたらし団子風味、ブルーベリージャム&マーガリン、ランチーパックのむちゃうまプリン風、当選すき焼き風、豚骨醤油ラーメン風、薄皮シリーズの生キャラメルクリームパン、ポテトサラダパン、ハンバーグ&ケチャップパン、クリームパン、照り焼きハンバーグパン、ナポリタンパン、よもぎ粒あんパン、卵パン、桜餅風味パン、日本うまいもん祭りシリーズの白いダブルサンド、メロンジャム&メロンホイップ、焼きそばドーナツ、明太フランスパン、沖縄黒糖蒸しパン、栗きんとん風串団子、もち食感揚げ団子ごま、以上合計47種類の中からお気に入りパンベスト3を発表します。まず第3位、たっぷり満足板チョコホイップサンド。中身はホイップクリームと板チョコで、シンプルではあるけど見た目のワイルドさに一目惚れしてしまったパンです甘い系のパンは甘すぎるとしんどくなってしまいがちなんですけど、このパンは美味しく食べることができました。パンとチョコとクリームのバランスがすごく良かったんやろうなって思います。第2位、ジワバタブール。表面はザクザク系かなって話してたんですけど、砂糖がまぶされたシャリシャリとした食感で、全体はふかふかの生地になってました。中は空洞になってて、ここに入ってたバター入りのマーガリンがパンに染み込んでいったんやろうなっていうようなジュワッと感で、ほんのり塩気も効いてて美味しかったです。そして第1位は高級リンゴカスタード。もっちりとしたパンの中に大きめの角切りリンゴとカスタードが入ってて、リンゴはシャクシャクしてて、カスタードは甘すぎずな感じで、食べた瞬間に今年のナンバーワンかもしれんなと思ったくらいすごく美味しかったです。一回買ったっきりでお店で見かけることはなくなってしまって、また食べたいなーって思ってるんで再販お願いしますちなみにわさびさんのお気に入りパンベスト3を聞いたところ、第3位がランチパックのブルーベリージャム&マーガリン、第2位がたっぷり満足板チョコホイップサンド、そして第1位がジワワタブールでした。今年はほぼほぼ一緒の結果になりましたランチパックのブルーベリージャム&マーガリンはこれめちゃめちゃ美味しかったです。私のランキングには入れてないんですけど、3位以降もあるとすれば第4位にしてたと思います。ブルーベリージャムは普段食べへんから新鮮やったのと、やっぱりジャムとマーガリンは最強コンビですよね。はい、ということで山崎春のパン祭り2024これにて終了とさせていただきます。一つ心残りなのがランチパック青春の味、
ラムネ風味クリーム&ホイップが食べられなかったことで、関東を中心としたエリアで販売されてたそうです。さすがにランチパックを買うためだけに関東は行けへんかったなって思いましたそれとパンではなかったんでランキングには入れてないんですけど、デリー山崎のごま団子はめっちゃ美味しかったんで、見つけたら買ってみてください。今までのパン祭りの動画も概要欄に再生リストのリンクを貼っておくんで、見ていただけたら嬉しいです。今年のパン祭りもお疲れ様でした。また来年お会いしましょうそれでは今回も最後まで見ていただきありがとうございます。また次の動画もお楽しみに。バイバイ。